エリスター・マクレイはイギリスラナーク出身のラリードライバー。2011年のアジアパシフィックラリー選手権チャンピオン。兄は1995年の世界ラリー選手権ドライバーズチャンピオンコリン・マクレイであり、父はジミー・マクレイである。1988年からラリー参戦を開始。世界ラリー選手権初参戦は1991年のラックラリー。 1993年には、アニコリンが所属しているスバルワールドラリーチームに、加わり同僚リチャード・バーンズと、イギリス国内選手権を争うも自身は、ランキング5位となる。その後は日産から参戦し1995年で、ついに、イギリス国内選手権のチャンピオンに輝く。さらにこの年の WRC 最終戦ラックラリーで、 フォードエスコートをドライブしスバル勢に続く4位入賞を果たし注目を集めた。1996年にはホルクスワーゲンから WRC の2リッタークラスに参戦し1998年の最終戦ラリーギガバイトではアニコリンのチームメイトとしてスバルから出場。コリンにも劣らない速さを見せ最終日を前に総合2位につけ自身初の表彰台が期待されたが、 最終日の SS22 でコースオフをきっしりタイヤに終わった。その後はヒュンダイへ移籍し2000年からアクセント WRC をドライブし、チームと共に WRC に本格参戦。初年度はノーポイントに終わるものの、第8戦ニュージーランドの SS18 でチーム初となるトップタイムをマークするなど随所で速さを見せた。2001年には、 初のフル参戦を果たし、最終戦ウェールズラリーギガバイトで2度目の4位入賞を果たした。2002年からは三菱へ移籍。第2戦スウェーデンでは、アニコリン・マクレートの兄弟対決を0.3秒差で、政治5位に入賞するが、その後は低迷し、第11戦3でも前のマウンテンバイクでのトレーニングで負傷しそのまま。 サンデモラリーを第一レグを終えた時点で棄権し、残り三戦の欠場を余儀なくされた。しかし三菱は2003年の WRC、活動休止を発表。チームメイトのフランソワデル・クールは自由契約となったが、アリスターは引き続きチームに残留することとなった。2003年三菱は、翌年を見据えたテスト三戦として三戦に出場。そのうちアリスターは、 第4戦ニュージーランドに出場し復帰する。初日は出遅れるもその後は上位陣の脱落にも助けられ6位に入賞した。しかしチームは翌年のエースドライバーとしてジルパニッツィと契約しアリスターはチームを放出される形となった。2004年は PWRC に参戦。出場した6戦中4戦で表彰台に立つ安定感を見せ、 タイトル争いに絡んだが、最終戦をオーストラリアでは、リタイアに終わり、ランキング5位となる。その後は一度 WRC を離れるが2009年に、翌年からエプクニフル参戦を予定しているプロトンと契約する。この年のインターコンチネンタル、ラリーチャレンジ最終戦として初開催の母国、スコットランドからシュコダ移籍したがウィルクスに代わって、出場。この年プロトンは、 ウィルクスのドライブによって、第5戦にプルーから参戦していたもののなかなか表彰台に立てずにいたが、この最終戦スコットランドでは、プロトンサトリアネを初ドライブにもかかわらずに、表彰台を獲得し、注目を集めた。2010年はプロトンからエープクに参戦。この年のエープクの参戦チームの中では、初の S2000 マシンでの参戦だったため注目を集めるが序盤は、 チームメイトクリス・アトキンソンともどもトラブルなどに足を引っ張られ苦戦を強いられる。アリスターは第3戦、ワンガレーで2位表彰台に立ち、最終戦中国ではチームメイトクリス・アトキンソンともにチーム初の1から2フィニッシュを達成した。一方 IRC では第6戦イブルーと最終戦スコットランドに出場したが両方ともリタイアに終わった。2011年も引き続き、 プロトンから参戦。この年はトラブル続きだった前年とは違いマシンが熟成されたこともあり圧倒的な強さを発揮した。アリスターはシーズンを通じて安定した成績をマークし優勝は最終戦の中国のみだったが初のエープクチャンピオンに輝いた。IRC には母国戦スコットランドのみに出場。しかし2年連続リタイアに終わった。 2012年はアトキンソンに代わり、パーガンナー・アンダーソンがチームメイトとなる。この年ライバルチームである MRF が、シュコダ・ファビアにマシンをスイッチし、S2000 同士のタイトル争いに注目が集まった。アリスターは2勝を挙げるも、前年までのチームメイトクリス・アトキンソンが、MRF のシュコダ・ファビアで圧倒的強さでタイトルを獲得したのとは、 対照的に序盤でのトラブルやリタイアに泣かされ連覇を果たせず、ランキング2位となる。一方、エープクとは別に、WRC のサポート選手権、SWRC にもプロトンは参戦。アリスターはタイトルを狙うアンダーソンのサポート役として、スウェーデン、ニュージーランドに参戦した。しかしスウェーデンは7位、ニュージーランドはリタイアとなり、 久々の WRC ラウンドで結果を残せなかった。2017年は世界ラリークロス選手権に参戦し、フォルクスワーゲンポロで第10戦フランスのみ出場した。ありがとうございます。